石膏料理は中国石膏省に発祥した料理。中国八大料理の一つ。中国語では、節菜、石膏菜と呼ばれる。東馬肉石膏省では、戦闘交流域の湖水に散する、淡水を、エビ、水鳥、東、シナ海で獲れる、魚介類、内陸の丘陵地帯の野草や野菜が豊富であり、石膏料理はこれを背景としている。また、杭州が、 南総の都であった時期、河北から多くの料理人が移転して、北方の料理法の数々を持ち込んでいるため、港南や加藤の素材を河北の調理法で作った料理もある。調理法はよく研究されており、聖地で変化に富み、料理や盛り付けは鮮やかで、歯応えは柔らかく、味付けは塩味でさっぱりとしている。この地域特産の上質で新鮮な素材を選び、 その持ち味や爽やかさを引き出すことが特徴である。鮮やかで美しい盛り付けにはこの地方独特の山水の美しさが反映しており、素食の名と逸話に由来する豆腐肉をはじめとして、石膏地域の歴史につながる逸話がある料理も多い。主な調理法は炒め物、炒めに蒸し物、あんかけ、とろびで煮込んだもの、揚げ物など。有名な料理に、ロンチンエビ、 ひとし、せいこずびかどうとり、そうねえうおこ、とうばささぐかいもがしら、らんかはるたけのこ、年式糸、サンスタタすたエビコナマフ、こなまふ、などがある。石こ料理は、石こうの代表的な都市の名を関する四つの種類に分かれる。共通の文化を多く持ち、地理的にも近い上海市には、多くの石こ料理店があり、北京市、広州市、 台湾の台北市などにも存在している。日本ではまだ馴染みが少ないが、東京都内には石膏料理の専門店も存在する。ありがとうございます。